はい、どうも、ネギさんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか？というわけでね、今回はラケットインプレでございます。今年の1月から2月にかけて鬼のこのインプレラッシュがありまして、まあそれからだいぶ期間は空いたんですが、実はね、今回インプレするラケットはその1月から2月頃のインプレラッシュの時期に発売されてたラケットで、まあ今更感あるんですけれども、主要ラケットかなと、いうことで遅ればせながらやらせていただこうと思った一本でございます。まあ皆さんね、サムネ見ていただいてるんで、何のラケット出てくるかは、分かってると思いますが、一応やっておきます。それでは本日紹介するラケットはこちらでございます。ドゥドゥン、バボラのピュアストライクでございます。イエーイ。というわけでどうですか、この真っ白なボディにここのね、オレンジのストライプっていうんですか、まあ日本しかないから、まあストライプじゃないんですけれども、デザイン的にはね、結構女子も好みそうなデザインですよね。まあ全体的にはこのようにオーソドックスな形状してますが、フレームはね、見ていただくとこのように薄くて、まあ、平べったい、騎士面形状ですね。はい。しなりが強そうで、いかにも、コントロール系ラケットと、いう感じがします。こちらのピュアストライクは、今年の1月下旬あたりに発売されたラケットで、バボラの中では、若干ちょっと目立たない感はあるんですけど、根強い人気があるラケットです。ピュアドラが反発系、アエロがスピン系、そしてこのピュアストライクがコントロール系ということで、まあ他社で言うと、ダンロップなら CX シリーズ、ヨネックスなら、パーセプトの立ち位置ですかね。で、今回はこのピュアストライクを僕のストリングを貼ってくれてるネストの、鳥居さんからシダをお借りしての、インプレ動画となります。ピュアストライクは全7スペックあるんですけど、今回お借りしたラケットは、ピュアストライク100とですね、ピュアストライク98の16、19っていうね、2種類でございます。この98インチの方は、この16、19に対してもう1本、ストリングパターンが18、20のものがあって、2種類あります。その目が粗い方をお借りしました。おそらくですね、16、19、今回お借りしたものの方が、18、20よりもよく反発するはずです。今回もね、しっかりとこちらのピュアストライクインプレしていきたいと思いますので、ぜひね、最後までお付き合いいただければと思います。この動画面白かった、ためになったと思ったら、僕の動画作成のモチベにもつながりますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ。はい、それではね、まずは100をちょっと打っていきたいと思います。お願いします。あ、柔らかいですね。で、あんまりボールは上がらへんかな。やっぱり回転量は抑えられてる感じが。うん。でも僕は打ちやすいかな、これ。回転量を抑えられてるって言ったけど、でもしっかり下からラケットスイングしていったら、めっちゃガットに食いついてくれるし、コントロールしやすい。スライスも悪くないかな。ただこのやっぱボールが落ちすぎる部分はあるんかなっていう。球威には劣る。でもコントロール感はすごくいい。はい、続いては98ちょっと使っていきたいと思います。若干重量感ありますね。お、ていうか飛ぶんかな。引っかかりが薄い分、98の方がボール飛ぶ感じがしました今。うん、飛ぶわ。98の方が球威は出るかも。全然違う。
100の方がめっちゃ引っかかる感じがする。98はどっちか言ったら抜けていくとまでは言われへんけど、なんか上にスピンがそんなにかからずにスコーンって熱い当たりかなっていうイメージ。スライスは打ちやすい、めちゃめちゃボール食いつく。98派かな。はい、それじゃあねボレー行きましょう。ボレー100でやっていきたいと思います。お願いします。あー、いい感じやわ。いい感じやけどやっぱちょっと粘り強いかな。若干粘り強いかも。でもなんか優しい打感が、打ちやすい。はい、続いては98やっていきたいと思います。やっぱり98の方が弾きがいい、どう考えても。そんなラケット今まであった？絶対98とかの方がちょっと飛ばなくなるんですけど、このラケット98の方がボールよく飛ぶ。打感もなんかカンっていう感じで、反発系の打感が結構するかな。はい、それでは最後ポイント形式見ていただきたいと思います。まずサーブなんですけど、サーブはね、どちらかというと直線的なボールが伸びる印象がありました。回転系のサーブについてはまあ変化は多少少ないかな。もちろん変化はするんですけど、まあ、あの僕が今使ってる V コアとかに比べると、変化は少ないのかなという感じがしましたね。まあ、その分、暴発も少ないのでフラット系のサーブの確率は個人的に、上がったような印象があります。あとはですね、試合の中では98インチの方を使わせていただいてるんですけれども、先ほども動画の中でお伝えしました通り、100に比べるとよく飛びます。今までパーセプトにしても CX シリーズにしても、まあ、面の大きさを小さくするとかなり飛ばなくなる印象が強かったんですけど、このピュアストライクだけはなんか面を小さくすることによってめっちゃなんか、ボールが飛ぶような印象がありました。実際に受け側の方も98の方がボールの威力があると言ってたので、おそらく間違いないと思います。まあ、あの打ち方当て方の個人差もあるので、そこは一概には言えないんですけれども、僕の場合は98の方がボールの伸びが良かったなという感じです。100の方がスピンがよくかかってたなという印象です。はい、というわけでね、そろそろお別れの時間も近づいてまいりましたので、こちらのピュアストライク、今回ラケットをお借りしたテニスショップネストさんの方でご購入いただくと、私ぬい散歩のオリジナルダンパーがついてくるというキャンペーンをやっております。ちなみに買ってもらったからといって僕に一銭もお金が入るわけではないので、いつもね僕がお世話になってるショップですんでね、まああのストリングの相談とかもさせていただいたりしてます。僕のこともよく知ってますし、過去に僕がどういうストリングを使ってどういう評価やったかっていうのも、全部知ってると思いますんでね、そういうお話聞きたければぜひねテニスショップネストに行ってみてください。はい、というわけでね、ピュアストライク個人的には結構好きなラケットかなと思いましたんで、お近くにシダがある方はねぜひ使ってみてください。というわけで今日はこんなところで終わらせていただきます。おっさんぽ、バイバイ。